さあ端まで進むことができない。なんという威力の高さ。矢を弾いているね。さすがはアンキロサウルス。チャンネル登録通知オン、よろしくね。ここは人間の王国。人間たちは自分たちの領地に砦を築き、モンスターの襲撃を防いでいた。この3人は砦の見張りたち。毎日モンスターの襲撃がないかここで見張っているのだ。おいおい、モンスターなんて本当にいるのか。もう何年もここで見張りをしてるけど、一回も敵なんか来たことねえじゃねえか。何を言っているんです。その万が一が起こらないために私たちが見張りをしているんですよ。真面目に見張ってください。確かにモンスターは来たことないけれども、モンスターが襲ってきたら町のみんなが大変なことになる。だからちゃんと見張りをしような。大変だ大変だ。あ、どうしたんだ。キバが焦ってこっちに来るぜ。あれは遠征軍の伝令係だな。何かあったのか。大変です、モンスターたちがここに迫っています。遠征軍は全滅してしまいました。何、全滅だって。それは大変じゃないか。どうすればいいんだ。落ち着きなさい。それをこれから考えるんですよ。リーダー、どうしますか。遠征軍がやられるほどのモンスターの襲撃というのはとてもじゃないか、この砦では抑えきれないな。ここは一つトラップを作ってモンスターを迎撃しよう。そう言ってもトラップなんか作れんのか。大丈夫だ、これを見てくれ。この城にはこのバリスタがたくさんあるんだ。今回はこのバリスタを使って迎撃トラップを作っていきたいと思う。おお、すげえぜ。自動的に矢を放つんだな。倒しちまった。これならいけるかもしれないな。そんなに楽観視はできないですよ。これを見てください。いくらバリスタといえども3つバリスタをつけてもこのように巨大な恐竜にはかなわないこともあるんですよ。そんな冷静に分析している場合か。そんなことよりも迎撃トラップを作るぞ。大きなモンスターにも対抗できるように相当数のバリスタを用意しよう。はい、というわけでね、モンスターに対抗するためにセキュリティトラップを作ったぜ。モンスターがね近づいてきたら、このたくさんのバリスタから一斉に矢が放たれるようになっている。これならどんなモンスターが来ても迎撃できるよね。おっと、まずはトラが来たみたいだ。トラを撃退することはできるのか。おお、たくさんの矢が降ってるね。まるで矢の雨のようだ。トラは速いから矢をかわしていくけど、ここで矢に貫かれて倒してしまったね。トラップは成功したみたいだ。次はトラよりも大きいカバが来たぞ。だけどカバの足は遅いからすぐに串刺しだね。これはすごいトラップができたみたいだ。次はイノシシだね。イノシシは足も速いから矢を軽々とかわしていくけれども、でもやっぱり壁のところまで来ると串刺しになってしまうね。これならどんなモンスターが来ても倒せるかもしれない。どこまでやっていけるのか見ていこう。次はゴリラが来たみたいだ。ゴリラはどこまでやれるのかな。おっと、画面に映ることもなく瞬殺されてしまった。ゴリラの仇を取りにパワーアップしたゴリラが来たぞ。パワーアップしたゴリラは足が速くなってるから矢が当たらないね。すごいぞ。あ、しかしここで矢に追いつかれてしまった。なんとか箱にたどり着くことができなかった。なんという強さ。トラップすごいぞ。さあ、さらにパワーアップしたゴリラが来たね。さあ、あ、しかしやっぱ体が大きいと矢がものすごい勢いで刺さっていく。全然前に進めないじゃないか。おっと大変だ。次はディノニクスが来てしまったぞ。ディノニクスは小型のね肉食恐竜だから足がものすごい速い。これは追いつか、お、しかしバリスタ頑張ります。バリスタとても速いスピードで矢を打ち出してなんとか倒しました。次は中型恐竜カルノタウルスだね。カルノタウルスはかなり矢に耐えることができるんじゃないか。さあ、端まで進むことができない。なんという威力の高さ。スーパーバリスタの勝利。さあ、ここで真打ちの登場だ。スピノサウルスが攻めてきたぞ。これはすごいことになるんじゃないか。端っこまではなんとか歩いてほしいところ。さあ、おっと、カルノタウルスよりも前には進んだが、スピノではいけなかったか。これはあいつが出てくるんじゃないのか。
スピノサウルスも倒すことができたぞ、このトラップは。あ、ついに来てしまったね。ティラノサウルスレックスの登場だ。わあ、ハチの巣になってしまった。おお、スピノサウルスよりも進めなかった。やはり体の大きさが大きすぎましたね。くしくもティラノサウルスまで倒してしまったね。このバリスタの威力、みんなも面白いよね。とここは趣向を変えて背中に鎧がある。お、矢を弾いているね。さすがはアンキロサウルス、背中の鎧で矢を弾いている。しかし尻尾には刺さってしまう模様。尻尾にダメージが入って倒れてしまった。しかし初めて恐竜の中で一番前まで来たね。尻尾が甲羅に覆われてなかったのが敗因かな。同じように背中にガードがあるステゴサウルスだが、ステゴサウルス頭に食らってしまった。背中が守られていても頭守ってないね。頭隠さずだね。ただ頭にガードがあるトリケラトプスならやってくれるんじゃないかと思ったけど、頭隠して背中隠さずだね。だったらもうここはガードとかじゃなく体力勝負でいこうかな。空から降ってくる大量の矢にも矢に顔をぐるんぐるん首をしながら前にでも進んでいくぞ。おっと、一番前まで来たぞ。これは、あ、しかしここで力尽きてしまった。やはり体力勝負では勝てないんだね。アマルガサウルスに変わってしまったね、ブロントサウルスが。さあここで空を飛ぶ恐竜ならどうか見ていこう。しかしこの矢の風圧に負けて吹っ飛んでいく。さあちょっと横から方向を変えたが、やはりやられてしまう。プテラノドンも矢の餌食になってしまった。さあ次は巨大な蛇に登場してもらおう。巨大な蛇だったらなんとか矢をかわして先に進めるんじゃないか。しかしここはトゲヘビになっただけだったね。まあ結果はあんまり変わらないと思うけど、巨大なワニにも挑戦してもらおう。さあ頭にたくさんの矢が刺さっていく。これは、あー、全然前に進むことができなかった。巨大ワニ巨大ワニも肩なしです。素晴らしい。あ、さあなんとかね、このトラップを越えられるやつはいないのか。ワイバーンは矢の勢いで向こう側まで大きく吹っ飛ばされたが、まだ生きている。さあ向かうぞ。ワイバーンがまた戻ってきた。この戻ってきたワイバーンを容赦なく矢が貫いていくね。素晴らしいね、ボアリスタトラップ。さあここで最強の一角ヒドラが出てきたね。ヒドラの首はねたくさんあるから、かなりのダメージを受けても大丈夫なはずだ。さあ矢がどんどん容赦なく刺さっていくけど、そんなことを気にもせず前に進んでいくね、ヒドラ。さあ箱にぶつかった。ここからこの箱を壊すことができるんだろうか。この箱を壊すことができればヒドラの勝ちだが、ここで力尽きた。バリスタトラップ、まさに最強。おっと、ここで最強のモンスターが登場してしまった模様。ドラゴンの登場だね。でもドラゴンにも負けないぞ。おっと、光線を吐いたぞ。あー、バリスタトラップがやられた。バリスタトラップが一撃でやられてしまった。やばい、このままではドラゴンたちが攻めてきてしまうぞ。